今日から大谷コラボを来てますよ。栄冠クロスをやりましょう。ぜひフレンドもお願いします。さあ本日の予告は早かったですね。5時20分ぐらいには投稿されていました。今回は2人の予告で、先週あったような苦点時間ではないみたいだね。今期もシルエットクイズはあるんだ。シルエットなのでしっかりと正解を導き出せることでなります。結局先週の25分のゴールは誰だったんでしょうね。三笘来てたし、サカだったかもしれないし、正解が分かりませんでした。今回2人見ていきたいと思います。こんな感じで毎週予告についてあーでもこうでも言ってますので、ぜひ登録と確認していってください。 X とか SNS でしかこういう投稿見れないんで、もし SNS やってないけど YouTube は見てるというね、そこのあなたも必見です。ではまずは左側からいきましょう。こっち5ですね。ブースターは対応しないのか。どちらもちなみに今回スパサブの選手です。久保建英ですね、左は。今回フォーメーションの表記的には右ハーフの選手と交代してるんですが、一応記載は右ウィングになってんだよね。どっちになるんでしょう。能力はこの時見たく、しっかりとしたパス能力を持ち合わせながら、しっかり得点力を磨かれる、そんなイメージで作ってほしいかな。あとはしっかりドリブルの数値底上げしてほしいよね。瞬発はもう100とかでいいんじゃない。ブースター乗らんけど。サイドハーフならまたプレイスタイルは変わりそうですが、右ウィングならウィングストライカーにしてもらえるはずです。あとはスキルかな。あの感じだとスーパーサブはもちろん婚活つくんじゃない。婚活持ってるか。じゃあスパサブだけだ。シンプルにこの能力からスパサブならなかなか強いと思うんで、期待していきましょう。役足は上がらんか。もう一人はまさかのエンドリッキです。レアルの候補何人かいましたが、エンドリッキ出してきます。バルサのヤマルは出しませんが、エンドリッキは出します。ちょうど先日通常も収録されましたが、通常は現在リンクフォワード。どうだのね。リンクラインブレーカーか。裏抜けの感じでボール受けたんだっけ。その辺は改めて見ておきたいですけど、ちょっとでも裏抜けみたいな感じだったらラインブレーカーにしてもらえそうだね。今回右足でのゴールなので、逆足精度は確実に上がるでしょう。高い最高どっちでしょう。高いかな。能力はちょっと上限出せておりませんが、しっかりスピードを持ち合わせるタイプで、小柄なんで扱いやすさとかはありそうな選手。あとはやっぱスキルかな。ちょっと足らんのよ。で今回の感じミドルシュートとか多分エリア内ぐらいだよね。ミドルつく。今回シンプルにスパサブだけかもしれん。両選手スパサブ追加ですかね。というラリーが2枠のスパサブが明日登場します。その他ぜひ予想動画見てください。活躍選手結構多かったから、注目選手今回の2人以外もねいるからね、見ていきたいですね。私はアセンシオを待ってます。そうだ、結構なガチャがなくなりますね明日。トリプルセブンも、あとはこの辺だね。アルゼンチンフランスとかユーロコパーパック、あとレオメッシもありますのでね、買うという方はお悩みください。今回以上です。ではまた。